まあ、ゴールに向かってというか、なかなかこうゴールに向かっていく時間というのが少なかったんでね、それは西谷のプレーもそうですし、染野のプレーもそうですけど、まあ、縦に行く、ゴールに向かうというところに対してだと思います。ただ、まあ、もっと早くからそういうプレーはいっぱい出させてやりたかったなというふうに思いますけど、まあ、手応えというか、選手は、ね、すごく意識してトレーニングをやってくれたなというふうに思います。まあ、自分たちが何が足りなかったのかっていうのをフィードバックをして共有をして、まあ、立ち返ってという言い方がいいですかね。我々がどうやって勝ち点を積み上げてきたかというところをもう一度、まあ、みんなで確認してトレーニングを今週したので、まあ、ちょっと表現は難しいんですけども、横綱相撲じゃないですけど、何かこう自分たちがボールを持って、まあ、相手が我々のホームなんで、相手からしたらアウェーなんで、相手はこうブロックを引いてボールを持たれることを覚悟して、まあ、自分たちがそれで何か横綱相撲を取ってるような気分になるって言い方がいいのか、もうなんかまず支配するところからこう始めて、まあ、それに満足してるわけじゃないんだけれども、まあ、そこからこう攻撃のハードワークをしていくことよりも、まあ、相手は引いてるんだから我々が持ってるっていうことが、まあ、一つの目的を達成したみたいな、まあ、そういう状況っていうのは自分たちらしくないっていうのは共有しました。もっとアグレッシブに、足元と裏でもらえるんだったら裏を取りに行くのが我々だし、そこで捉えたんであればそこからリカバリーパワーを発揮するのが我々なんだけども、まあ、よりこう自分たちで保持する方をどうしてもこうパスの出しても受けても選んでしまう、まあ、それは選択のチョイスが間違ってるというよりはハードワークしてないんだと、そもそもそこが欠落したら我々は勝ち点取れないというかなり強い拒否をしました。問題は自分たちだなというふうに思ってます。まあ、ちょっと前の話なんで言ってもいいと思いますけど、町田戦でこう、宮原和也がのクロスを、まあ、びっくりするようなヘディングシュートを染野が決めたら、やっぱそれが頭にあるので、こう我々がサイドでフットボールをしてハードワークをせずともクロスを上げたら入れてくれるんじゃないかって思ってしまうんですよね、選手って。そうすると無策でクロスを入れても点なんて入んないんですよ。でそういうのは確認しました。一つ一つが、まあ、自分たちによって成功体験でもあり、捉え方によっては勘違いになっちゃうんですよ。だからとにかく何を大事にして、まあ、見てる人がひょっとしたら気づかないハードワークを我々はやってるつもりなんで、それをやって初めて得点になるし、初めて失点がゼロになるというようなところを常にこう思い返すというか、そういう意味では相手は対策してくると、相手はボールを持たれるのを覚悟で引いてくるという中で、じゃあ自分たちがどういう仕掛けをしているのかっていうのはもう変わらないはずなんですよ。本来シーズンの最初から変わらないはずなんだけども、ボールが出てこなければ走らないとかいうような状況に陥った時にはやはり点は取れない。まあ、このチームは出てこなくても、もう我々が目指すポイントに入り続ける、そういうサッカーをしない限り崩せないと思ってますし、誰かに頼ってるサッカーじゃないので、まあ誰かが楽をしたらおそらくその分相手が楽になるので、それでは点を取れないというのも、まあもちろんね、選手の
まあ、直近のパフォーマンスだったり、うん、コンディションだったり、うん、相手の対策だったりっていうのはあると思いますけど、まあ、いずれにしても、うん、ゲームチェンジャーっていうのは、守備、攻撃だけじゃないってことです。そのこうびっくりするようなアイデアのパスを出したりとかドリブルをしたりっていうことがゲームチェンジャーじゃなくて、本当に2度追うところを4度追うとか、まあコースを消しながら追うんだけれども、まあ味方が抜かれたらさらに下がってそれをカバーするとか、まあ寄せも普通だったクロスを上げられるところを新しく入った選手が対応すれば体に当てるとか、そういうところを含めて僕は前回は満足してないです。全く満足してない。まあそこがベースなんですよ。なので、前回の会見で言ったのは一番の目はそこですね。それは本当にやったのかと、疲弊している味方を助けたのかと、牽引したのかというとか、やれなかったら絶対清水には勝てないです。まあ清水さんの選手層の厚さとか個人のレベルの高さとかはもう言うまでもないというか、うん、まあ怪我人が戻ってきているやに聞いてますし、まあ獲得したこの夏のウィンドウで獲得した選手も、まあもともとレギュラーでやってた選手たちですし、まあ、さらに層が厚くなってきてる、まあ、誰が出てもおかしくないと、まあ、途中から出る選手がさらにギアアップするっていう意味では、まあ、J2 の中では抜けてる選手との厚さであることは間違いないです、まあ、ただ自分たちは、まあ、どこのチーム相手にも、まあ、我々らしく戦うことが一番大事で、もちろん頭の中で多少の相手の特徴の対策はしますけれども、我々がじゃあ、普段とやり方を変えるかっていうと、それは基本的には選択しないですし、普段の強度をより上げていく、精度を上げていくっていうことが一番大事なのかなというふうに思ってます。前回対戦はね、いろんなことが起こったというふうに認識はしてます。ただ冷静に僕らは試合というものを振り返らなきゃいけないし、内容からするといい入りはしたけれども、まあ、いつ点を取られてもおかしくないような押し込まれ方を前半からしたんですよね。なので、まあ我々から圧力をかけないとやはり押し込まれるだろうなというふうに思ってますし、相手にボールを渡す時間が長ければ守りきれるような相手ではないというふうに思ってます。だからこそアウェーの対戦の時にもおそらく前半持ちきれ耐えきれなかったんですよね。でもその前にいくつかやられたなと思うようなシーンもありましたし、だから耐えきるような展開では絶対勝てないと思います。我々が仕掛けていくような、我々が圧力をかけていくような試合にしていく必要があるなと。ただそうは言っても、まあそんなに簡単に奪える相手じゃないですし、一つ間違えれば奪われ方を失い方をこう間違えればこうシュートまで持っていかれるクオリティを持ってますし、まあ一つ一つの寄せとか一つの判断っていうのがすごく大事になってくる試合ではありますけれども、怖がってパスできるのにクリアにするとか、まあ、怖がって受けに来ないとか、そういうことは我々としたらおそらく後悔が残る試合になるのと同時に、この前のように相手の一番嫌なところに我々自身がこう動き出していくような攻撃をしないと、おそらく失い方も本当に
失点に直結するような失い方になってしまうなというふうには思ってます。まあ、あのボールはね、我々が持ちたいタイミングで持ったり前を向いて、全員がボールに関わりながら攻めるというような回数は、まあ多少増えるかなというふうに思ってます。あの問題は、まあ攻撃の時にもそういう攻撃のハードワークができて、もちろん奪われた瞬間におそらく最高のリカバリーパワーを発揮しないと守れないと思いますし、それを繰り返す中で、まあこの試合の本当にキーはどのような形でバトンを渡して、どのような形で受けたバトンを受けた選手が出し切るかと、もちろん今日も全員で準備しましたし、今日は B チームが勝つような試合をやってくれましたし、そこから選ばれて18人が全員で戦いますし、ただ実際ピッチに出られる選手は11人プラス5なんですよね、最大で。まあ脳震盪のようなケースがあれば別ですけど、まあそこの選手が、本当に出し切って次に渡していく、受けた選手がまあ、あの分かりやすく言うと周りの2倍動いて効率とかを考えずにハードワークをしてやることで牽引するというようなバトンの受け渡しができない限り、清水戦の勝利というのはないと思ってますので、そここそ我々らしく戦いたいなというふうに